城下小学校の皆さんにどうぞ皆様盛大な拍手をお願いいたします。それでは塚原会長、それぞれの代表の方にその日をつないでいただけますようにお願いいたします。さあ見事につきました前見り式での炎。それでは皆様にはかがり火台へとご点火をいただいてまいります。熊谷市長と寺下副会頭は左側のかがり火へ、そして塚原会長、寺地議長、大館会長は右側のかがり火へとお願い申し上げます。それではご点火をいただく皆様にはステージ脇のかがり火台にご一緒にご点火をいただいてまいります。それではお願いいたします。ただいまステージ両サイドのかがり火台に火が灯りました。この火はこれから会場いっぱいにかがり火台へとも点火されてまいります。点火されました令和5年かがり火炎振りの開幕でございます。さて炎振りは800年の歴史と伝統を誇る国の重要無形民俗文化財、太夫と呼ばれる舞手の中心は馬の頭をかたどった烏帽子をかぶっています。農作業を表した絵であったり財宝であったり、その色鮮やかな美しき烏帽子は和紙を何枚も塗り重ね、そして漆を重ねて作られたものとされています。太夫の刷りが始まりますと、その縦紙に五色の縦紙に他の神が降臨すると言われており、太夫は大地の神を揺り起こすように体をひねらせて踊るところから太夫の舞は刷りと呼ばれています。そして太夫の刷りの合間には子供たちの可愛らしい舞、大人の皆さんの、これはもう玄人はだしの舞が登場してまいります。さあ、そして賑やかなお囃子の音が聞こえてきました。かがり火炎振りトップを飾ってくれるのは、南部町福田上炎振り組です。同祭同祭と掛け声が入ります。優秀な同祭炎振りをご覧いただきます。それでは会場に入ってまいります。振り込み。そして正月の祝い歌で始まります。釣り始めからご覧ください。
苦しい点もあるかと思いますが、皆様のご協力をいただいて、無事務めたいと思っております。よろしくお願いします。はい、それでは、祝福芸の一番手でございます。松の舞からご覧ください。Oh,
さんの拍手ありがとうございます。こっち側のねちっちゃい子が、1歳から踊ってます。今9歳だそうです。カズレも踊ってます。課題でしょ。はい、福田上では亡くなった笛吹きのおじいさんが撮ったカセットテープを聞いて、マックアイもしくは演目と演目の間にこのような剣子っていうのを入れてます。で、剣子3種類、それから愛の手っていうのと全部で4つ、4種類のあれを全部起こして今再現しておりますので、こちらの剣子の方も楽しみにして聞いてください。さあ、それでは次がね、ナイトでないあげたうえなんだけど、ムガスのお姉ちゃん、歌ってもらっています。ここでお手拍子いただけますか。お願いします。こっち様マイクついてないから俺一人ずつ聞くので、ついでにトシも喋るか。いやーすごいよね。わあ。本十パ取った。あれ隣のかっちゃん何本ないこと取ったっけ。わあがわあ40パ取った。かまどのかっちゃん何もないこと取ったっけ。かまどのかっちゃんだそうです。わがわ30パ取った。本家の嫁さんあんた何もないこと取ったっけ。さあここで聞くとこはここだぞ。おらだ、おらなす、こっさやめでやめで、一つも取れなかったもん。許してけど親方。一本も取ってないの？ありゃ、ありゃ。はい。まだ一旦無名さ少し借りねえすけ。今日しっこつけてもらってもう少し取るが。うん、そうすね。生ひょうしっこ頼むじゃん。Thank you.
い上げして次の他細具が生表しっこ頼むじゃ。はい、集めてまいりました。ありがとうございます。はい、続きまして、法然すだれでございます。あ、出た、あ、出た、あ、出た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 、まいれ。あ、すだれの数は48本、裏と表をよく改めて、お目に留まりますれば使い分けます。変わりますれば日本で三家、天の橋だって金太橋か、よいさて。お目に留まりますれば使い分けます。変わりますれば月は満月、純親の形、よいさて。ここにうさぎの餅つきゃないばっかり、よいさて。お目に留まりますれば右の一枚左と逆戻し、よいさて。すだれの数は48本、裏と表をよく改めて、お目に留まりますれば使い分けます。
よいさて。はい、一枚すだれを二枚に切って、切れたすだれに疑いはなし。あよいさて。お目に止まりますれば使い分けます。変わりますれば頃は3月菜の葉に止まる。蝶々が横飛びあさる。よいさて。お目に止まりますれば使い分けます。変わりますればお寺方にはなくちゃならない如来の形。あよいさて。ここにお姿ないばかり。あよいさて。お目に止まりますれば使い分けます。変わりますれば節句の恋の滝登り。あよいさて。ここに目玉がつかないばかり。あよいさて。お目に止まりますれば使い分けます。さてさて、あよいさて。変わりますればなくちゃならない拷問の形。あよいさて。ここに扉がつかないばかり。あよいさて。お目に止まりますれば使い分けます。変わりますれば三神山になくちゃならない住小屋形。あよいさて。ここに住みやきゃおらないばかり。あよいさて。お目に止まりますれば使い分けます。変わりますれば戦国船か宝船。あよいさて。ここに宝が乗らないばかり。あよいさて。お目に止まりますれば使い分けます。変わりますればなくちゃならない国旗の形。あよいさて。ここに日の丸つかないばかり。あよいさて。お目に止まりますれば使い分けます。変わりますれば昔昔はその昔、あずっと昔はその昔、あ浦島太郎の長江の釣り竿。あよいさて。ここに魚がつかないばかり。あよいさて。ここに魚がつかないばかり。あよいさて。よいさてにて私の芸はこれにて終わりにさせていただきます。ありがとうございました。Wow.
いなあい、うわ上手と焼いたあいやいすやすえどさいなにいのまぐらでやいねねそんでえどさいあはい、太夫によります、中のすりでございました。3番手になるかな、喜び舞をご覧いただきます。死に思考の木よーよ、いついつまでもこの矢の心象を変えますようによーよ、六つ家内は睦ましく、はい、七つ何かに似合いの頃よーよ、八つ山ほど銭金儲け、九つ小倉桜小田で、はい、どうにやっとしたい施策ともい、はい、うちの旦那様は長者となれ、はい、さともめでたい喜びの、はい、よく今言っても返せよ、はい、喜びまいよ、よーよー、春初めの日本橋に腰をかけ、双子の山をちらちらと眺めてみれば、はい、春初めのうぐいすは、はい、梅の木のつぼみを加えて、はい、おー結局と鳴きました。よーよー、春初めのうぐいすの鳴き声は、さとも、はい、めでたい喜びだ、はい、よく今言っても早せよ、喜びはやめたい。Thank you.
よそへはやらぬ、おいの旦那様さそっくりよせめろ。はい、大きな拍手ありがとうございます。喜び舞いでございました。練習のしすぎなんだが、ホーホーキックがちょっと歌詞出てったね。はい、続きまして今度は本当に綺麗なお姉様方だよ。大黒舞でございます。表紙が愛の手という表紙です。
背後がね、どこ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 っていう叩き方します。これあの次の出演者が早く出てこいっていうせかせてる太鼓なんだそうです。はい、それでは、最後でございます。祝福へのラストを飾るのは恵比寿前でございます。さあ皆さんからもう一回あの手拍子もらいますよ。ここはマイクが動きが入りすぎてマイクをずらすんです。今直してます。東西東西と共におでよよーよお江戸日本橋橋の欄干にちょっと腰を近けてよーよ向こうのお山を眺めてみなせればよーよ大きな木が三本ございます。よーよ千年経ったら千の木に、はい、万年経ったら松の木に、はい、千年経ったら楠の木、この木合わせて何をこさえる大貴様。よーよこの木合わせて船に上げ、はい、大きな船を作り上げ、はい、表には春日大明神渡せたも、よーよ共には福島大明神渡せたも、よーよどうとこの真ん中にこのおいべし殿が乗り込んで、はい、沖へ沖へと乗り出して、はい、ここの辺りは古いところ、はい、自己両方ダメンタナガラス、よーよサウと申せば巾着な感着の釣り竿で、はい、糸と申せば白井戸三度の寄り明けだ、針と申せば金銀の針、これに絵馬をつけまして、はい、おお波子波のその波に、はい、海のどおい、まあ、長いと投げ込んでみることなりや、タイガースズキがこの君に構えた、
丈夫かな。これねえよな。港につけようか。はい、やっぱりかがり火祭りさつけてみたところは、大勢のいさばりに集まって、はい、大台古台と名をつけて、はい、深見様のお授けで、はい、今年も豊年大漁だ。縁蜜巻いても早やすい。お願いします。新中南州、はい、袋たまりはそれはやらぬ、はい、おいの旦那様さあさあ繰り合わされだ。
皆様方の手拍子大変ありがとうございました。恵比寿前でございました。今日俺初めて見たな、4つ釣りだった。特殊な仕掛けだな、ハイナワ。あのさおさん、ハイナワ、ハイナワなんだけど、わかんない。はい、それでは、太夫によりますすりおさめ黒留めで終わります。あの親は神の八重を思いはどさいとまあれそろが八重きそろかI need you to save me. I go there. I need you to save me. I go やいおいまいすれどさいいれてござったやいたがいたいれどさいたエンブリ組の皆さん、ドンサイエンブリのご披露でございます。
ました。どうもありがとうございました。まずは擦り込み、擦り始めとご覧いただきました。続いては農作業の合間に、農作業の合間にどぶろくを飲んでちょっといい気分になった男が、そばにあった松の小枝を倒って始まった松の舞ですが、本日は本当に可愛らしい舞手の皆さんが登場です。最年少は3歳と伺っております。それでは可愛らしい舞妓の皆さんによります松の舞をお楽しみください。
ありがとうございました。可愛らしい舞手の皆さんによります松の舞をご覧いただきました。さて、その年の豊作を祈願する縁振りではございますが、八戸には大きな港がございますので、合わせて大漁も祈願していただきましょう。恵比寿様によります恵比寿舞のご披露です。Thank you.
きな太陽を釣り上げていただきましたエビス様、八戸の浜は大漁となることでしょう。ありがとうございました。さて、旧の小正月に開催されておりましたこの縁振りという行事、お正月と言いますとなくてはならないキャラクターのエビス様にご登場いただきましたが、縁振りにはもう一人七福神のキャラクターがおいででございます。大黒様でございます。それでは内出の小槌で福を舞い込んでいただきましょう。大黒舞のご披露です。二人もうて舞い込んだや、ほりゃ一つ合わせ、ほら日がらを選んで舞い小槌で福を舞い込んでいただきました大黒舞をご覧いただきました。さあ、それでは続いては、昔はきっとこんな風に農作業をしていたんだろうなというのをイメージできるかと思います。苗取りをご覧いただきます。那代に植えた苗が立派に育ち、いよいよ田植えのシーズンを迎えます。それでは可愛らしい早乙女たちにも登場していただきました苗取りのご披露です。三八、おめえ何千狩り目取った？
おら、講師がやめれ。三千が二面しか取れなかった。よーく頑張ったな。それでは、おばあさんに内緒で、小松菜一個を取りましょう。おりゃ、おらないのに舞い上げたいな。おまじなえというのはへそくりの苗、内緒の苗ということになりました。さあ、それでは太夫の皆さんに植えていただきます。田植え歌に合わせての田植えです。そして田植えとご覧いただきました。続いては子どもたちの縁故縁故をご覧いただきます。縁故縁故はいくつかの種類があり、11日町縁振り組が披露してくれるのは鐘鳴りという縁故縁故です。鐘が鳴る木が一元欲しいという歌い出しで始まります小歌に合わせて、銭太鼓と呼ばれる楽器を持っての縁故縁故です。それではお願いいたします。Oh.
この銭太鼓は今でいうところのガラガラの役割を果たすと言われております。縁子縁子鐘鳴りご覧いただきました。さて続いては八戸市の地名、八戸市だけではなくてこの近隣町村の地名がたくさん登場してくるのが八戸舞です。皆様はこの歌の中から口上の中からいくつの町名を聞き取ることができるでしょう。では八戸舞よろしくお願いいたします。いくつ地名を聞き取ることができましたでしょうか。八戸舞でございました。さあそれでは続いては喜び舞のご披露です。たくさんのおめでたい口上が飛び出してまいります。それでは喜び舞どうぞご覧ください。カニワイド、カニワイド。
たくさんのめでたき口上が飛び出しました喜び舞、ご覧いただきました。さて、太夫の皆さんに植えていただいた苗も立派に育ち、稲刈りのシーズンを迎えてまいります。それでは稲刈りをし、そして米俵を蔵に積み上げるすり納め、大切な黒から水が漏れないように、虫やネズミが入ってこないようにと祈りを込めます。黒留めです。Thank you.
八戸市11日町エンブリ組の皆さん、同三エンブリのご披露でございました。どうもありがとうございました。はい、皆さんどうもおばんでございました。どうも。私たちは縄文の里で有名なこれ川の才の神のエンブリ組でございます。今日はよろしくお願いします。見ての通り妻は神様でございまして、私たちは妻を大事にしている組でございます。はい、今は擦り込みをして擦り始めをやりました。
今度は子供たちがめでたい口上を言いながら松の舞をやります。真ん中にいる3人は今年デビューでございますので、はい、松の舞です。ソーラはい、松の舞でした。何回出てくるか見ててちょうだいね、うん、はい、私たちの組は今年169年目を迎える、エンブリー組でございまして、去年も実は活動してました。8年エンブリーはなかったんですけれども、霊場の城跡でですね、ビデオ撮影するということでそれに参加してですね、エンブリーを途切らさないように少しでも途切れないように頑張っています。はい、出てきました。はい、輪っかを持っています。銭太鼓という昔の赤ちゃんのおもちゃと言われているものを持ってくるくる回します。歌は笠づくし、踊りは縁子行こう。はい、ひとつねひとめは
はい、エンコインコでした。ありがとうございます。我がエンブリやった時は子供 2,3 人しかいなかったんですよ、こういう踊りするのは。今はこんなに多くなってですね、少子化に逆行してるような感じですけども、あれをやりなさい、これをやりなさいや、やりたいの子供たちは積極的に練習して、先輩のお姉さんとかお兄さんから聞きながらですね、練習してます。はい。今度はですね、田植えの作業に入りますけども、その前にですね、めでたい内鼓を取ります。内鼓。内鼓を取るので、で、ちゃんと取ってくれよ。いいな。いいですか？はい。じゃあ、内取り前です。ソーラン！さっきデビュー、今年デビューっていうあの3人なんですけども、本来は松の舞と縁子だけだったんですけども、もう自分から出てくるのでもう自由にやって、そうやって覚えていくんですよ。でも、はい、めでたいゴーボゴボのジャブジャブって何のことだめなと思ったと思うんですけど、昔は水なしろって言って水張ってるのをさ、種をばらまいて、で内鼓になったら取って、で束ねて苗を束ねてですね、田んぼに投げ込むんです。昔はもう田んぼに入ったら上がらないんです、ちゃんと反対側まで植えるまで。だから苗がなくなったのを束ねたのを田んぼに投げ込んだのを拾って田植えをするっていう風な作業を普通に昔はやっていたんです。はい、それを表したものでした。はい、今度はめでたい苗が取れたということで、うちの田植え5人です。31組ある組の中で5枚の絵文字あるのは5組だけでございまして、そのうちの1つ彩の紙でございます。はい、はい、ではめでたい苗を植えてもらいます。田植えです。これはやえよぶもよんだせよ、これはやけさ
はい、田植えでした。とっても単純でございます。田植え作業もこの通り単純なのでございます。あの最後の方の歌詞の方に腰はやめそうろっていう風に、聞こえたと思うんですけども、本当に腰がやめる、やめるっていうのを知らない人は今多分多いと思うんですけども、後で調べてください。はい、腰はやめる走路ということで歌詞の中に出てきました。はい、今度はゾロゾロと出てきましたよ。はい、さっさと並んでください。はい、いいですか。はいはい、パッパドパッパドはいが、はい、感覚を取って、はいはいはい、何をやるかというと、もうさっき田植えしたばれなんども収穫を喜ぶ喜び前でございます。ほら、おー、この部屋新米に来た。喜び舞いとも早しまい。喜び舞いやみさいな、喜び舞いやみさいな。本当に今年豊作であればいいな思っています。実は私米作り農家でございまして、米農家でございまして、本当に願っているこういうのを見て、あのこういうのに参加しています。皆さんもまんまいっぱい食ってければ米農家ももうちょっと助かるのでですね、米いっぱい食ってください。まんま、はい、今度は皆さんに手品見せます。ちょっと暗くて見えないかもしれない。2年ぶりだぞので、本当はいつも2つしか見せないんだけど、今日は5つこの金は見せます。種も仕掛けもないぞの誰が来てきねえかな。責任者だからね。はいはい、5つだからね、5つちゃんと名も大丈夫ですよね。いいですか。はい、どちらからお越しですか。あ、東京の方だそうです。はいはい、では、7つの輪っかを使ってどんなものができるか楽しみにしてください。金は切りです。吊るし切りは、あんこの吊るし切り。
はい、いかがだったでしょうか。あ、くぐしてななとか、あーだなーと思って最初見てたでしょ。最後だんだん複雑になっていくんですよ。で、だけど最後7つの輪っかがバラバラに分かれてるという、はい、かなわきに、あれ準備が早いですね。はい、いいですか。はい、七福神の登場でございます。決してふざけてるわけじゃないんです。神様に変身するためにやっぱりこういう顔が必要なんです。はい、恵比寿様でございます。八戸にはなくてはならない、はい、恵比寿前です。¡Tony!
にっつけようか。あの港に船つけて飛ばせん人立ち寄った。おーだい古代ザラーゲなんぞザロータへ。これは本当の太陽だ。エイビスマイトもはやせない。おいビスマイヤミサイナ、おいビスマイヤミサイナ。おーどっこいそうそう、どっちもこっちもやりたくない。おいの旦那様にそろりと収めた。よーよーよー。はい、元気なめでたい鯛が3匹も釣れました。はい、でもこうおささこうやって出てくるだけでも大したの。俺はごたつくなすなすけダメだったもんや。はい、恵比寿様でもございました。今度はですね大黒様でございます。大勢連れてまいりました。これ側から、はい、大黒前です。ほら日柄を選んで参らるる土福天の八大阪森。こら二つ年、こら福神祭りや、この上に次第に新章が上がります。はい、宝の山へと登らるる、こら三つ年、こら見事見事に重なれて、今年は本年万作だ。ほら、恵比寿舞やら踊るやら、ほら四つ年、ほら世にも知られる天様、守つ天守は他方となり。ほら、おだから子だから積み重ね、こら五つ年、こら粋な姿の毘沙門様、兜頭巾をかぶらせて。こらお母さんにあげます、お喜び、さあ何よりもめでたいとな。はい、ありがとうございます。はい、大黒舞でした。本当に今年豊作になると思います。はい、次またちょっと変わった芸をお見せします。皆さんすだれはご存知でございますよね。すだれ、すだれがいろんな形になるんですよ。知らなかったでしょう。はい、これからあれよかすかいいか、はいはい、何の形になるか楽しみにしてください。はい、豊年すだれです。
ないの。あ、泡切り場だね。変わりますれば法年万作いな方の形、今年も豊作間違いない。それお目に止まれやっつかい分けます。違いました。ありがとうございます。はい、すだれいろんな形になりましたね。稲穂も綺麗にできました。間違いなく豊作です。鯛も元気なめでたい鯛がまた釣れました。大量間違いなし。はい、今年の八戸は最高になります。はい、はい、いよいよ最後になります。5人の鯛がすり納めをやります。そしてあっちの端の太夫がですね、このような仕草をしますけども、これは、
田んぼのあぜに泥を塗る。今でも作業終わります。あの今はトラクターでちゃんと機械があってガガーってちゃんときれいに塗らさるんです。何のためにやるか、冬の間にネズミの穴などができてます。そこから水が漏れていけば米粉は取れないわけです。ちゃんと水がしっかり溜まってお水があったかくなってで米粉ができてくるんです。はい、という風な流れでやってまいりました。最後すりおさめ黒留めで終わりになります。これの旦那様へまさかれよされよさせエンブレを楽しんでってください。五万烏帽子の動産エンブリ勇壮なアスリー、そしてたくさんの祝福芸をご披露いただきましたのは八戸市西の神エンブリ組の皆さん、動産エンブリのご披露でございました。どうもありがとうございました。